はい、どうも、チャンネルアリューです。今日はですね、関東不動霊場巡りの第12番ですね、志村不動尊に行った時の話をしようかと思います。はい、こちらね、こんな感じです。どーん。はい。で、もうこの辺になるとね、東京の、お寺になりますので、境内自体はね、そんなに広く取ってあるところは少ないですね。こちらもまあ決して境内がめちゃめちゃ広いですっていうような、お寺ではなかったです。で、ここに関してはですね、本尊がですね、11面観音なんですよ。はい。で、11面観音で、横脇にですね、不動堂があると、お不動様ですね、がいるというような、場所でした。ので、ぜひね、こちら、行ってみてはいかがでしょうか。大体ね、11面観音と不動明王のセットっていう、まあ、この組み合わせはね、結構多いので、そういうまた目線で見られてもいいかもしれませんね。はい。ちなみに、まあ、11面観音は、神様で行くと、くくり姫、と同一視されることが多いです。はい。はい。ということで、チャンネラー流と LINE で友達になってくださいキャンペーンをやってます。あと、この動画の下に私のホームページとアメブロのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャンネラー流でした。